どうもおはようからこんばんは、とのでござる。ネルケと伝説の錬金術師たち、続きをやっていきましょう。で、あれからね、2ターンぐらい経ちまして、前作っておいた錬金術アカデミーが完成しました。で、さらには収支を増やすために、錬金とか、あとは、薬屋もちょっと増やしたかな。そこら辺も一気に見直して、で、いろいろ食品店とかあったんですけれども、その店主をちゃんと適性のある人に変えまして、まあそれで単価の高いものを多く売れるようにしているんですよ。今のところね、薬屋をちょっと増やしたいなって思って、で、現状、序盤の方でね、食品店を作りすぎているんですよ。雑貨とか。あっこをちょっと薬屋に変えて、もうちょい高いものを売れるようにしようかなと思います。そんな感じで見直している。世界のリンゴ物語。あ、すぐ作れるな。あ、なんか食品うんぬん言っていたら、なんかいいので作れるぞ。マジカルペイントって大丈夫？世界のリンゴですよね。食品ですよね。リンゴにマジカルペイント、なんかやばいんじゃないのかな。で、イベントがあるようですが、おそらくは錬金術アカデミーの件、できましたね。で、ロータスについては、戻ってこいっていうような、ほのめかす話はありました。パメラさんがね、なんか言ってて、昔動画でお送りしていたかな。なんか、パメラさんとロータスが、なんか裏でいろいろやってて、パメラさんがなんか欲しがっているものをロータスが持っている。で、それがどうやら元の世界に帰るものらしくて、まあ、ただ、今必要ないっていうふうにパメラさんは言って、まあ、やっぱりロータスも、ちゃんと一回ネルケと話した方がいいかなっていう風になっていったんですよ。どうなるんだろうね。これが完成したってことは、多分ロータスが戻ってくるっていう話もあると思うんですよ。お、早いな、もう。改めてじゃあこれで課題の7か、達成したことにはなるんだな。で、最初の地区に作ってて、これを作ることによって、錬金で作れる数が増えるんだったっけな。で、現在お金は約40万。まあ、そこはちょっとまだなんですけれども、単数はまだあるんで、そこで一気に増やしていって、現在、この獣この絵の討伐、ここをね、ちょっと達成しようと思って、これね、国策もあるんで、これで1万1000コールとかも増えるんですよ。あ、メイデンアーバーの販売。あ、やはりハゲル、お前はそう思うか。で、街づくり。いろいろね、販売しているものもありまして、お仕事依頼で仕事内容の販売。施設の状態は？今ね、この全自動キノコ鍋、こちらをどんどん増産体制を整えておりまして、リンゴのタルトとか、ああいう安いものはね、もうやめたんですよ。一旦在庫をさばくために、ここをちょっと設定しているのもあるんですよ。どちらの商品にいたしましょう。こういう安いところね、持っていてもしょうがないし、もう作るのはやめたんですよ。で、現在このキノコ鍋、で、さらには、原初の力肉、ここをどんどん作っています。ピュアオイルとかいろいろありますが、一旦ね、ワインをさばきたい。本当はね、もっと単価の高いものにしたいんですけれども、ただ、ここを設定しすぎていても、生産が追いつかないんで、まあ、ここを設定できない人たちに関しては、一旦この在庫をさばく感じで、ちょっと設定しています。蜂蜜とか、蜂蜜がだいぶ少ないな。商品を決めましょう。238ぐらいだったら、一旦ワインをさばこう。懐かしいね。最初こう、ビアかなとか、いろいろ言っていた時期あったね。で、ジョーロとか、この辺はね、単価がそこそこあるんで、収支の予測も、まあ1万近くがあったりはする。あとは、ブグヤに関しては、このブリッツコアムとか、あとはブラッディクローとか、さらには、メイディンアーマーも販売しないといけないんですよね。まあ、そこは2箇所で作らせていて、新たな区画にはブグヤを1軒だけ作ってて、クラフトやるんだったら、
メイデンアーマーも作らせてはいても、2箇所でねいっぱいいっぱいなんですよ。乙女の槍はもうやめた、やめたから一旦在庫をさばくために一回こっちにしよう。で、服飾店についてはこの素敵なカツラ、こちらをどんどん作っておりまして販売させております、ナハゲル。で、ただね、なかなかこの服飾店に適性のある人ってみんな錬金術師なんですよ。結構厳しいところがあってなかなかね販売できないんですよ。グラナート3個、2つか。レザーコートもさばきたいからな。で、薬屋も今2つ作っておりまして、このシロップなんで、町づくりで、こちらで最初のノイボーデンクアカデミーができましたからね。で、ここの建築の配置というよりかは撤去、どれを撤去いたしますか。あ、こういう畑でもいいな。畑もちょっと多いところもありまして、植物油ここも結構いるんですよ。実はこういうのはいらないな。蜂の巣とか羊毛ね、羊毛もね必要なんですよ。で、この前ね料理対決の時に必要だったロイヤルクラウンで、さらには新鮮な肉だったっけな、あれも牧場で、さらにはここで生産できるんで一旦変えておりまして、パールの実とかもここはいいかな。計画のためなのです。じゃあここも発動。申し訳ないけど取り壊しましょう。どれを建てようかしら。とはいえね、結局モブコちゃんがいるところを壊して薬屋作るんで、そうなると新たな人を置かないといけなくて、派遣要員から出すかで、いろいろね、関係ないところで勝手に陳列棚とかいろんなものを作っていたんですよ。なんでこの豪華なとか作れるようになったんですけれども、もちろん販売はすごいんですけれども、作るのが7万5000という。高すぎる。なんでこういう建築資材を作らせていたのを全部キャンセルしまして、これかな。あ、元素もだいぶ足らなくなってきている。建設を開始いたします。トーンを売るんだ、全然だよな。派遣要員から出そう。薬屋か、なかなか難しいよな。適正で言っても販売予測出してくればいいんだが分かりづらいな。エンデルクさんがいる場所、暗がりのなんかお口ブグヤがいいんだよな。ブグヤもねちょっと欲しいんですよね。派遣している C マイナスか。あ、ここら辺いいな。これでよろしいでしょうか。どちらの商品にいたしましょう。それで3個か。どれを建てましょう。場所はどうなさいますか。で、もう一丁作っておいて、完成が楽しみですね。誰に頼むのがいいかしら。まあ、やっぱり派遣要員から出すとして、 C か B ブル、 B ぐらいがいればいいんですよね。 C プラスどうなんだろうな。これでよろしいでしょうか。どちらの商品にいたしましょう。建てるものを考えなくては。よし、これで生産はだいぶ増えて、で確定。問題ございませんか。でさらにはこっちにねどんどんブグヤを作っていこうかなって思っているんですよ。敷地的にはね結構微妙なところはあって、どれを建てようかしら。でブグヤどこに建てましょう。こんな感じの立地なんですよね。あとは完成を待つのみね。誰に頼むのがいいか。店主はエンテルクさんにしようか。派遣要員がちょっと減ってはしまうんですが。これでいいかしら。了解。どちらの商品にいたしましょう。でだ、メイデンアーマーも売らないといけないんだが、まあ、2箇所やっていて、ブラッディクローとかブリッツコア、乙女の槍は多分さばけれると思うから、クラフト。どの建物を建てましょうか。問題ございませんか。
で、調合、委任とか結局全然やっていないという。で、ネルキさんがこうやって巡回して、コストがまだ大丈夫かなと思ったら、設定していくという。副職も欲しいな。グラナートとか、まだね、余っているもの あるんで、次のターンで副職行ってみるか。4ぐらいやったらちょっと設定したい。調合の依頼でございます。キノコ鍋とか、まあけれどもそこそこコストはあるからな。だから錬金術のアトリエも実はちょっと増やしているんですよ。調合をお願いできますか？マジカルペイント増やそう。こちらを依頼いたします。こちらの依頼をお願いします。やっぱりアトリエは大事だけれどもね、なんか野郎に任せたくないなと思って、女の子たちにどんどんアトリエに入ってもらっています。調合をお願いできますか？レザーコートとかスカートはもうやめよう。すみません、こちらはこちらの作業は止めてくれ、考え直しましょう。グラナートの増産体制とシャツももういいかな。こちらの作業は止めてください。何を買って、お肉で、さらにはキノコ鍋、これを増やしておいて錬金ドロップも必要。はい、わかりました。ゼッテルもまあまあ使うな。これをお願いします。で、これでもまだコストはあと20、31あって、で、薬屋を増やしているならば、この知恵熱シロップ。どのくらい？こちらを依頼いたし、で、そうなってくると蜂蜜か。いくつにいた？はい。いやけれども1個だからな。で、5は待っているから。こういう建築資材はもういいとしまして、中和剤も青がちょっと厳しいところはある。いくつとこちらを依頼いたしこの通りにお願いいたします。小麦粉もね、もう作るのはやめた。で、情報メニューの還元元素がね、そろそろ土とか、あとは火が足らなくなってきている。じゃあお尻売っても水か。お尻も、師匠のお兄ちゃんであるバルデルだったっけ、あれがなんか欲しいみたいなこと言ってはいたが、過去に。ドンケルハイト。ここは使うものはないから、いや、けれどもな、欲しいのが、あ、元素の風。こういう素材とかでめちゃくちゃなんかあったりするのが、余っているのがあればいいが、消費もあるからな、消費しないものだよな。賢者のハーブも畑で作らせてはいるが、現状使うものがない。このポピーとか、こういう元素を使うことによって中和剤を作るんで、ここら辺はちょっと売っておかない、還元しておかないと中和剤が作れなくなる。特に元素の火あたりは結構いるんだよな。それでもなかなかだな。元素の土とか、タールの実か。入手の方がまだ少ないからな。ここはちょっと置いといた方がいい。若干16個ぐらいは毎ターンちょっとずつ減っていくんですよね。あー、これいいな。おし、一旦1万とかそこら辺あったらいいでしょう。で、なんかエレメントマスターとかいう実績を得たんで、おお、どんどん取れた。すごいよ。あんま嬉しくないな。で、25ポイント溜まっているんで、ポイント還元。で、適性をね、上げたいのは、薬だ。薬だって言っても、今、薬配属しているとは誰かあんまり覚えていないな。クライスあたりかな。そちらになさい。かしこまります。何がご入り用でしょうか。これでちょっと薬屋の販売とか増えればいい。
よし、こんなものだ。というふうにね、結構見直している。何、爆発するって。いや、結構今増えたんじゃないのか。ほらほら、シューシーがうなぎ登り。で、クロチボーナス。そうかな、過去、このを取る前に、この2ターンの間で支持率ちょっと落ちていたんですよ。また落ちると、ひよっているな。アーニーいたっけ。いや、彼こそ全然覚えていないわ。行商人。おかしいな。ちゃんとトゥルーエンドでアーシャクリアしたはずなのに全然覚えてないわ。人が増えるのはいいことだ。イベントないのか。研究とかで、要は前回言っていたメイン課題、新たに1個達成できたんで、次はこのエスカロジー、こちらの有効度を1ずつ上げないといけなくて、多分調査とか連れて行ったら上がると思うんですよ。なんでただ野郎は連れて行きたくないんで、エスカだけ改めて加え直して、ロジーが上がるものがあればいいんですよ。誰か絡んだりするのかな。あー、こういうところか。何の話だろう、ちょっと見ていこう。そうそう、そうやって辺境を調査するためにいろんな道具を作るのがお仕事だったの。へー、お役人さんってもっと書類仕事だけをやるものだと思ってました。そういうの多分マリオンさんの仕事。そういう人もいるけどな。けど住民の役に立つなら調査をすることもあるんだよ。そっか、お役所って大変なんだ。トトリちゃんのお願いで冒険者ギルドとか。もう異世界転生ものではよくある。ギルドを作れっていう風に、もうランドマークかな、あれで出たんですよ。皆さんすごく話し込んでいましたね。何のお話をされてたんですか。あ、メルケさん、エスカさんとロジーさんにお仕事のお話を聞いていたんですよ。早くリンカさんとか来てくれないかな。お二人のお仕事というと、アトリエではなくお役所にお勤めなんでしたっけ。はい、それでタトリちゃんにお仕事のことを教えていたんです。お二人のところだと土地の調査もお役所のお仕事だったそうなんです。私の故郷だと冒険者や専門家に依頼する内容なのでびっくりしました。トトリちゃんの方だったら、なんかお仕事とか与えるのって確か城だった気がするんですよね。確かエスティさんとかあの辺あたりがなんかいろいろお願いしていたような気がする。もしかして他の地域でもそういうところって多いのかな。この国でもほとんどの場合専門家の方に依頼を出しますね。ましてや錬金術師は研究職ですから、そういう仕事をお任せすることはほとんどないですね。そうね、専門職ね、3ターンぐらい前までいろいろ食品店とか結構適当な人を当てがっていたもんな。地域ごとによってこんなにお仕事も変わるんだ。地域というか世界の話でしょ。で、パメラさんもあちこちに登場してて、で、ソフィーちゃんもなんかパメラさんいたんだけどっていう話をしていたんですけども、なんかあっちはパメラ、こっちもパメラで別のパメラみたいな、なんかもうパメラのゲシュタルト崩壊が起きそうな話になっていたんですよ。いや、こっちでもほとんどの支部はそんなことしないぞ。本当に限られた地方だけだ。ほとんどの地方ではトトリのところと同じで専門家を雇って任せているよ。そうなんですか。でも私たちいつも自分たちでやってきましたけど。そうね、あのマリオンさんあたりが頭悩ませて、でそれをなんか錬金で作って、でさらには実地調査もいろいろやらされていたんだよな。ホルセートの開発班は小さな部署で、みんないろいろなことをやる必要があったからだよ。そらな、全員で4人だからな。それにエスカはそこで成果を出したからな。上からは適性があると見られてるんだろう。そう言われると嬉しいような微妙なような。お役所勤めとだけ聞くと安定していそうですが、
お二人とも大変だったのですね。それ公務員って意味？本当ですよね。でもそうやって国が調べてくれるのって安心するかな。そうね、あなたの国のお偉いさん結構あちこち放浪してるからね。私も冒険者制度でのランクを当たり前のように受け入れてましたけど、ちゃんと調べてくれてたんだろうな。そうですね、そういうしっかりとした情報があるといろいろと便利そうです。そっか、情報か。で、経験値が上昇しまして、一緒にいる人まではじゃ上がらないんだ。いやね、調査するにしても半分ぐらいあれば走るで全部いけるんで、一旦それ以外のところで有効度か。ステさんあたりちょっと気になるな。ステルクさんはこちらでの生活には慣れましたか？お心遣い感謝します。おかげさまですっかり慣れましたよ。そうだな、セルクさんね、食品店に置いてて、でやっぱりなんか似合わないからブグ屋にしようかって思っていたら、食品店の適性が意外と上がってて B あって外せれないという、やっぱり慣れたんだな。なあ、最初に連れて来られた時にはかなり戸惑いましたが。食品店の話ですよね。錬金ドロップ売らせているもんな。そうでしょうね。ここが異世界であるとは未だに信じられません。しかしアーランドでは見たこともない魔物が多いのも事実です。おい、ちゃんと仕事してくれよ。あの魔物の討伐とか、その派遣とか行かせてないですよ。今までと違う経験もできるので、連れてこられたのを今では感謝しています。おい、セリフと顔が合っていない。そうですか。あの、お聞きしたいことがあるんですけど。何でしょうか。ステルクさんってロロナさんとはどういう関係なんですか？気になっちゃうかネルケ。な、突然何をおっしゃるのですか。ステルクさんは騎士なんですよね。そんな方がなぜ錬金術師のロロナさんの採取に付き合うのかなと思ったんです。いや、仕事の傍ら付き合っていたのか。だから魔物のことをちょっと分かっていたんだな。そういう意味でしたか。どういう意味だと思っていたのかな。彼女のことを国の都合で振り回してしまったのです。その責任もあって彼女を手伝っています。なるほど、そういう事情でしたか。あとは騎士として情けない話ではあるのですが、国王自身が一番お強いので守る必要もないのですよ。そうね。大塚明夫さんが一番強いからな。仕込み杖でぶった切っていくからな。確かメルルあたりでは姿を隠して仮面みたいな、あのなんか貴族がなんか目あたりにグラサンっぽいよ、なんかあるじゃないですか、なんか仮面舞踏家みたいなんでやるやつ、あれを着て確かマスクド G とかいう名前でなんかいろいろ暗躍していた気がする。王様がですか。それはまた珍しいお国ですね。ええ、このままでは王にふさわしい剣士になどなればしない。ですから自身を鍛え直す必要があると思ったのです。ちょうどここには剣の腕が立つ者が多いので、彼らから学び少しでも近づきたいと考えています。ステルクさんは真面目なんですね。騎士たる者、剣の腕を磨きたいと思うのは当然です。まあ、クソ真面目だし融通効かないしな。師匠どうした。こういう系って大体ランドマークなんですよ。あら、飲んでいるんですか。これ撮っている私も前日ちょっと飲み会があったんで。マリさん好きだよね。お酒好きそうですよね。絶対悪酔いするわ。あ、じゃあまだ20歳。いや、どうだろう。この国の法律かわからんが。私も大好きです。
ワインはね、私ね、ロゼが一番好きなんですよ。赤とか白じゃなくてね、ピンクのロゼが好き。あ、いいな、近くに欲しいな。なるほど、ワインセラーみたいなとこを作るのか。結果何の効果があるかですよね。バーとか酒屋みたいなのを特に建築できるものないからな。巨大な酒だる。で、半分あるんで、で、調査で、で、この前解放されてた、このネーベルコーチ、ここに、獣コノエがいるんですよ。どんどんランクアップしているからな、獣門番とか。ただね、ここのレベルが全然足りていなくて。しばらく、討伐するんだったら、経験値増加1万はね、やっぱ使いたくないから。これ、音、最終戦大丈夫かな？負けそうな気がする。あの、グランツバイトの木の下に眠る魔物？ずいぶん高いところまで来たわね。大丈夫、高いところですごい走っているけど、酸素。よいしょ。1回ぐらいか。参ります。ここの奥地ね、一番奥地ってか一番奥まで行っても宝箱なんですよ。ただね、敵がほんと強いそこそこね、ボコられるんですよ。余っているもの回復、あ、これは使いたくないな。クラフトも売らせているからな。この辺は売らせてはいないから消費しておこう。602とか高いな。食らいなさい。お、音も倒した。なんかどんなプニを倒しても HP 回復か。トトリさん大丈夫かい？力を引き出します。え、25しか回復しないの？私に任せて。意外とね、前衛がもう持たないんですよ今の2発でもう半死に以下ですよ。みんな下がって。でっかい一撃だよ。ここまで来ると敵の HP って600か。たっか。エーテルポイント、まあいいや、倒せれた。あ、レベルが上がった。新鮮な肉も手に入る。調合に使う、ね、歩くじゃない。ま、間に合うか。お願いしようかしら。一戦しかできないからな。討伐できても最大でこの絵は2体か。なかなかの結果ですね。次も頑張りましょう。でレスターインテツが入るんだったら結構ね、いいものも実は作れるんですよ。まあ絶望的な顔相変わらずだな。で薬屋ができましたと。これか、全ショップの売上額が 10% アップで、さらには効果範囲区内の全域か。であるならば、町づくりの、ここはアトリエが多いんですよ。こっちは結構販売させているところも、いやでもな、アトリエも多いなありだな、巨大な酒だる。区画の大きさはもうマックスまでなっているんで、新たに作るっていうことをしていないんですよ。どれを建てましょう。どれを移動しましょう。販売とかアトリエはちょこちょこあれど、
召喚、あ、派遣の採取量がアップ。確かにブグ屋もあるし、販売もあるし、でブグ屋が多いんだったら単価がね結構高いんで、販売予測もまあまあいくんですよ。こういうところを 10% アップすれば、いずれはもう 1,2 ターンぐらいでもう還元できるでしょう。となればやっぱり必要だ、これか。どこに建てましょう。ちょうどワインもさばきたいところだったから。で意外とちっちゃいまだ上もね区画あるんですよ。ランドマークを奥地に置くっていうのもな。建設を開始いたします。あ、ブグ屋の販売数アップ。いやでもな、17万、高っ。栽培地生産数を増やしてもな、冒険者ギルドはそういうの船なんだ。あー、こういう全ショップの売り上げ、いやもう9万2000は高いな。薬屋の販売数もいいんだよな。問題ございませんか。薬屋は今一番最初のこのノイボーデンクで増やしているんですよね。まあ、けれども3軒ぐらいあったら一旦十分だとして、この区画を確認しましょう。どれを建てようかしら。安いのないかな。ケーキや食品店か。流行地の追加販売数アップ。流行もね、なかなか商品ごとにやっているんで、まあ、欲しいものが流行するとは限らない。ともなれば、ここもやっぱり酒樽は必要かな。場所を選択しましょう。ちょうどここ2マス分ぐらいあるから。これで決まりね。冒険者ギルドも意外と安いが、この魔法の石材というのはレシピを持ってはいない。どの建物を建てましょうか。で一人加わったんだったらなんか置いてもいいんですよね。服飾か、あれを作るって私は言っていたんだ。どこに建てましょう。あ、そう、その向きねじゃあここかな。建設を開始いたします。誰に頼むのがいいかしら。適正はないが、まあ、けれども服飾店の適正っていうのは冒頭で言ったように錬金術師がほぼほぼなんで、まあ、これでもいいか。どちらの商品にいたしましょう。で、この辺のぼちぼちこういうシャツとかスカートをさばきたいんで、レザーコートももう在庫多いからな。服飾増やそうか。改築ってなんか使ったりするかな。キノコ鍋、建てるものを考えなくては。あ、改築にあとそうなるのか。じゃあコストは全部使っているから一旦これにしておいて、じゃあ食品とか雑貨とかあの辺をちょっと服飾に、スペース的に微妙になるんですがね。5400コール、これ反映されるかな。あー、ちょうどいいな販売はさせている。でこっちはあと1体で、こっちもあと1体、これで8000と1万。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょう。こんな関節をいろいろやっているんで、次なんかイベントがあった時
に取っていきましょう。それまではちょっと頑張っていろいろ販売させていこうと思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。